おはようございます。速稼塾の久保です。先日 NHK の番組でコロナ離職、女性に今何が起こっているのかというタイトルだったかな、こういうのを拝見したんですよね。まあもちろん見たのは YouTube でなんですけども、こちらを見てね、やっぱり今年の雇い止めとか生活困窮とかね、こういったものが非常に多いなと感じてるんですよね。まあこれは私が今更感じるものではなくて、もうずっと1年を通じて思っていたんですけども、まあ、解雇された方の人数が今のところ7万人を超えてですね、しかも雇用調整助成金っていうのがもうちょっと出てますんで、これが終わると、もしくは失業保険が切れるとさらにドーンと増えてですね、十数万人っていうところまで伸びていくんではないかなっていうふうに感じるんですけどもね、この解雇された人が、まあ、10万人レベルっていうと、例えばそのね、働いてた方が支えてる家庭ってものを考えると、優にね、数十万人という規模になってくると思いますし、恐ろしいのがこれから年末年始にかけて、まあね、GoTo なんとかっていうのがねありましたけども、まあ、これが終わるのはまあ良かったなっていう気持ちもあるんですけども、やっぱり今の時期ね、やっぱり人の行き来をそんな促進するのではないかなと思いましたんで、ただ反面これが終わっただけでね、そこに携わる業者さんとか納品業者さん、それから宿泊施設、旅行会社、飲食店さん、こういうのを考えると、さすがに GoTo が終わっただけで保証がないっていうのは、まあなんとかならないかなと思うわけなんですよ。そこで特別定額給付金の話を今日も、ね、させていただくんですけども、こんな時だからこそ生活に困窮してですね、失業保険も切れてしまって、で、いきなりのね解雇、もしくはシフト調整により働ける日が減ってしまうとか、まあ店が潰れたことによってね、転勤を余儀なくされるとか、それから、まあ、再就職を余儀なくされるみたいなこともあると思うんですけども、今就職のパイがぐっと減ってるところで、仕事を求めてる方がバッと増えてるわけなんですよね。これはまだ数字が追えてないところだと思いますけども、有効求人倍率なんてのは非常に悪いと思うんですよ。今この瞬間の数字は分かりませんけども、数ヶ月経つと12月とかね、それから1月とかっていう有効求人倍率もまとまると思いますけども、ちょっとひどいことになるんじゃないかなと思うんですよ。まあ、何が言いたいかというと、本当に生活に困ってる方がまだまだ増えてるってことなんですよ。じゃあ生活に困って収入が途絶えた方が困っているという状況が予想できるときに、これをね、なんとか有利に変えていけないかなと思ったときに、そうなんですよね、困ってるんでなんとかしてくださいというふうな方が今増えてるということなんで、一緒に声を上げていくことができるんではないかなと私は思うんですよね。で、第二次特別定額給付金の件ですけども、私は毎日のように動画を作ったり、いろんな方に呼びかけたりとか、それからね、議員さん、それから地元のなんか党、野党の方とかね、政治団体とかに面談を申し込んで、 YouTube で出ていただくことは不可能なんですけども、さまざまな思いをぶつけさせていただいたりとか、それからね、いろんなアドバイスをいただく中で、まあ、有効な手がかりっていうのは未だにないんですけども、ただ私が考える打つ手としてはですね、やっぱり無駄かもしれないけども、呼びかけていくってことだと思うんですよ。で、呼びかけは2つです。1つはね、まあ、官邸を中心とする自民党与党の皆様に、メールなりね、電話などで要求を伝えていく、国民の生活支援を要求するってこと。もう一つは、この同じ思いを持っている人はいませんかという形で、私の場合は YouTube を持っていろんな方に呼びかけていこうと思うんですよ。で、そういうふうにムーブメントが起きてくると、国会議事堂の前でね、デモ行進っていうのはできないですけども、全国各地いろんなところで、生活支援を要求する声が上がれば、やっぱりね、菅政権耳を傾けてくれる時期っていうのは来ると思うんですよ。特にですね、1ヶ月とか2ヶ月で活動終わってしまえば、あ、そんなもんだったよねで終わることでも、なんかすでにもう半年続いてますよとかね、1日に100件200件のメール電話が来てますよってことになれば、さすがに無視できなくなると思うんですよ。私はそこにね、いじるの望みをかけてこれからも活動しようと思ってるんですよね。もちろんこの活動が何の実を結ぶこともないかもしれません。でも他に打つ手がない以上、これをやっていくしかないと私は思うんですよ。で、本当にいい手はね、もう私がね、総理大臣になってからね、こうするんだって決めるのがね、一番なんですけども、まあ、今日明日に総理大臣になれるわけではありませんし、まあ、明日はね、政治家の一端になれるかどうかっていう資質もまだ問われてます。たくさんの方がコメントで、私にね、政界に出ることを要求してくださいますけども、私の熱い思いだけでは、多分、その世界っていうのはお呼びじゃなくて、まあ、いろんなね、難しい問題もあると思いますしね、人間関係とか学習レベルとか、それからまだまだ人生、世間に対する見識が私は浅いと思いますんで、目指してはいきますけどもね、目指してはいきますけども、残念ながら、じゃあ春から私が国会議員になりましたってことは、これないと思うんですよ。ですんで、今できる手を打つといえば、メールしたり電話したりってことだと思いますけども、
その他にも同じような思いを持つ方とね、こうつながっていって、で、別に私の動画を見ろとは言いませんけども、何かしらのこうムーブメントを一度に起こしていくね、うん、まあ不買運動をするとかではないんですけども、まあなんかね、まあ菅総理の事務所に一日中電話をしてみるとかね、書き留めを送ってみるとかね、うん、ファックスを送ってみるとかね、なんかそういう風などぶ板活動ぐらいしかないのかなと思うんですよ。しつこくてしつこくてもうね要求聞かないとやれんみたいなところまで、まあ追い込むではないですけどもね、うん、やっていこうかなというところでございます。で、折しも GoTo キャンペーン中止の発表したそのね1時間半後に菅総理はじめ有名人の方、杉良太郎さんとかね、ミノモントさんとか王貞治さんを交えて宴会をやってるというね、8人で、うん、それこそ、うん、まあ、国民の気持ちを分かってないなというところもありますし、杉良太郎さんもね、そんなところに行ってね、もう本当に、うん、言わせていただきますけども、菅総理、こんなことしてる場合じゃないですよと、国民の私たちのファンは困ってるんですよと、杉良太郎ファンですら、もうね、悲痛な声が聞こえてきてますよ、こんなことでね、飯食ってる暇はないんですとかね、バシッと言ってくださったりとかね、してもいいと思うんですよ。王貞治もね、王貞治選手も、今は選手じゃないですけどね、昭和を支えたホームランバッターですよ、一本足打法、ワンちゃんね。じゃあその王貞治を見ようと思って球場に集まった方、テレビの前に集まった方が今何を期待しているのか、場面は変わったけどもやっぱりね、菅官邸にホームラン打ってほしいですね。バッカーンとかましていただいて、国民全員一律給付、はい、もう100万円いった、ホームラン、満塁ホームランだ、逆転だみたいなことをね、やっていただくような、そんなね忘年会だったらいいんですけどもね、とまあだらだら全く意味のないことを私も喋ってきてますけども、特別定額給付金ね、これ第2弾、実現するまで私はねこの放送をやめません。そして実現してもやめません。なぜなら第2弾じゃ足りないからなんですよ。第3弾第4弾とどんどんぶちかましていただいて、もちろんね私たちも自助努力はしますよ。自分で何とかしようってこともやりますけども、ちょっとそれではね救われる生命も救われなくなっちゃうんで、この9、10、11月の自殺率ね、 NHK の番組ではないですけども非常に苦しんでるわけですよ。国民が苦しんでるのは誰の責任だと、それは自己責任だけでは片付けられないです。それは統治をしているその、政権の責任ですからね。この日本という国の統治が悪すぎるんですよ。まあ少なくともね8人でね忘年会やってる場合じゃないだろうみたいな感じがしますよね、うん、で、まあ、尖閣諸島の問題もありますんで、そんなにね忘年会するほど暇だったら日本の国土を守ってみろって言うんだと、日本の国民の暮らしを守ってみろって、一人親世帯を守ってみろって言うんだって話ですよね。さすがにね5万円を送ったぐらいじゃ国民の暮らしは守りませんよ。もっともっと お金を配るなりね、減税か、減税が一番手っ取り早いでしょ。コストもかかんないし、消費税はゼロにしますって言えば終わりですからね、うん、まあそういった形で挑んでいただきたいかなと思いますよね。皆さんどういうふうにお感じでしょうか。私はこれからもね特別定額給付の第2弾もう尽きることなくやっていこうと思います。新しい情報全く出ないんで、なんかね特にお知らせすることはないんですけども、ただね活動をやめたら本当に終わりですから、私たちの活動がなんかどっかのね主要メディアに取り上げられて YouTube ではこんな動きが始まってるようですみたいなことが起きるまでまだまだ全然足りてません。私が YouTube でねいくら喋ったところで皆さんがねたくさんコメント書いてくださったところでまだ全然足りないんですよ。ですんでマスコミを動かし、世論を動かし、官邸を動かすところまで突き進んでいきましょう。それでは私はね絶対にやめませんからね、いい加減やめろと言われてもやめないですからね。特別定額給付金第2弾皆さん支給してほしいですよね。私は全国民に100万円ボンとぶち込んでもらいたいと思いますんで、これからもしっかりとね伝えていきます。西田議員には、自民党のね西田昌司さんには昨日も送らせてもらいました。一問一答のコーナーで答えていただくことをね本当に楽しみにしてますけども、どうですかね、皆さんも何かねできることをやっていきましょう。少なくとも周りの方と協力することができると思いますんでね、たった一人でもいいんで、たった一人に対してでもいいんで手をつないでいくっていうことね、もう完全に自分一人にならないことだと思います。私も YouTube を通じてコメントを書いてくださる方とね随分とお付き合いができたと思います。これからもよろしくお願いします。すごく励まされております。それではいってらっしゃい。